塩素酸アンモニウムはアンモニウムイオンの塩素酸需要にあたる無機化合物で化学式 NH4 クロ酸と表される。結晶は無色の針状で潮解性があり、水で希釈したアルコールには溶けるが濃度の高いアルコールには不要である。塩素酸イオンが強力な酸化剤であるのに対してアンモニウムイオンは還元剤として働くため常温でも不安定で、 直射日光に数分照射しただけで爆発する。加熱すると、約摂取102度で窒素と塩素と酸素に分解する。塩素酸をアンモニアもしくは炭酸アンモニウムで中和するか、または塩素酸、バリウム、塩素酸、ストロンチウム、塩素酸カルシウムの水溶液に炭酸アンモニウムや硫酸アンモニウムを加えて、積出させた植木良を用いる。GHS における 火薬類の中でも不安定火薬類に該当し、各国で輸送禁止をはじめとする強い規制がある。日本では船舶安全法や航空法によって GHS に基づき輸送禁止品とされており、また消防法に基づく危険物第一類に指定されている。塩素産業として毒物及び劇物取り締まり法に基づく劇物に指定されているが、 急性毒性や刺激性に関するデータは存在しない。ありがとうございます。